スコーピオンの MGL、ベイトですよね。ベイトの何が歪むんですか。ベイトの何が歪むんですかね。ほう。ベイトの何が歪むんだろう。で、ベイトってどこが歪むんですか。うん、俺ベイトのことわからんからちょっと教えてくださいよ。ベイトリールのどこが歪むんですか。たわむ。ああ、たわむ。どの部分がどうたわむんですかね。ほら、スピニングリールだったら、フットの部分がねじれたりとかさ、ね。っていう、そのフットのところを支点にグッとねじれるみたいな感じのってわかるじゃないですか。ベイトってあんなずんぐりむっくりしとるもんで、どこで、たわむ。握りすぎってことですか。スプールの軸、本体との横のつなぎ目。じゃあ実際スプール、だって MGL。スコーピオン MGL。確かに MGL だから、ね、すっかすかに作った、すっかすかに作ってあるっていうのは、まあ、わからんこともないけど、ここか。ここか。このギアボックス。このギアボックスが、ちょっとなんかグワングワンになるってことか。どういうことだ。あれ。あるんだ。スコーピオンとかメタニウムはそんなに強くない。まあ MGL だからね。MGL だし、ね。あとほら、ベイトリールってさ、ここはあんま支えんじゃないですか。こっち側はめっちゃ支えるけど、なんかパーミングでしたっけ？包み込むようにして持つけど、だ多分そのハンドルを、なんて言うんだろう。ハンドルを正しくまっすぐ、その回しとったらいいんですよ。体の向きがどうなろうと。うん。ハンドルを斜めに巻いとるんじゃないですか、歪む原因って。しっかり巻けてないというかさ。ハンドルを下手にその斜めに力入れて、しっかりと前に回せばいいだけの話なのに、そのなんかね、フッキングしながらとかだったら、ちょっとなんか、ね、右斜め上に引っ張りながら回すとかさ、そういうことするから、そのね、これにつながっとる、連なっとる、そのギアボックスのあたりとかのフレームが引っ張られて、たわんだりするんじゃないですか？ベイトって。30くらいはないかな。60とかかけてね、でもバス、うん、まあまあまあ、バスレベルでも60くらいだったらね、あるかもしれんけど。どうなんだろう。50センチクラスのアイナメやってると歪むの分かる。へえ。糸ずりした方がいい握力。へえ。たわむが正しい。スプールの軸。だから結局全部つながっとるから。ね、ポンポンさんが言うようにスプールでも歪み出したらな、心臓の部分だし、軽量スプールは大穴開きまくってるからスプール自体が弱いかと。どうなんでしょう。スプールにまで伝わることは、うん、どうだろう。両方で支えてる、ほらね、両軸の方でうまいことね、大丈夫な気候にはなっとると思うからさ。一番ダメージ受けるのは大物を釣るんじゃなくて根がかりだと思う。ああ。ライギョだとスプール軸曲がったりフレーム曲がったりするらしい。へえ、その反対？こっち？こっち歪むんすか？あれですか？あ、こっちは根元だから、この軸か。この入っとるシャフトみたいな、その入っとる軸が
外側に行けば行くほど大きくブレるから、どうなんだろう、スプールのカバー側、はい、糸巻くボビンみたいなところじゃない、こっち側っすかこっち側なんですか、スプールのカバー側、いや単純に耐えられんのだ、パワー巻き、へえ、そうなんだ、ぶち抜くような巻きに耐えれん、へえ、カルコンの予備で持ってたクラードを苦かり引っ張ったらスプール歪んだ、あー、ベイトなんか特になんかあれですよね、ほら良くも悪くもスピニングってのはローターがあるんでね、ローターがあるんで結局さ、ローターが歪んだりとかはあるからボディまで一気にそのいかんっていうのがあるけど、ベイトはもう直線でつながっとくからね、スプールに、それはね、あの変なやり方したらスプールが歪むよな、レベルワインダーも傷ついたりするんかね、スプールやられるのは無茶なサミング、はあ。最初の頃はいいんですよ、 あとの方がガタガタになると強い強いって言われているアルミでも多少はたわみますからね、そう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 、完全にたわまないのは、うん、たわむことでショックを吸収しとるっていう部分もねあるから、ちなみにスティーズ A はリールシート固定するだけでパーミングカップ外れにくくなってるという噂、はあ、パーミングカップが分からんけど、アルファスエアとか穴ぼこぼこ歪みそうで怖い、だから軽かったみたいなごついモノブロックタイプの方が安定するっすね、あんだけズドンとなったらそれ安定するわな、やっぱそうだよね、やっぱ軽さ市場ってバスマンですよ、バスマン結局ここに来るな結局バスマンですよ、バスマンが求めたんだから軽さを、軽さだけを求めたんだからバスマンは、アホだから、軽さ感度、めっちゃ軽い、めっちゃ感度がいい、そんなんばっか追い求めるから強度が死ぬんですよ、全部バスマンですよ、で最初言ったようにやっぱバスマンってまだ影響力強すぎるから、うん、なるほど、だからそのダイバはエアー系、シマノは MGL 系、特にベイトが顕著ってことか、うん、だからね、もう軽さ、うん、いやでもバス出身だからだろうな、てかバスやっとくからだろうな、だってそれは軽いに越したことはないけどさ、海出身のね俺からしたらその歪むようなスカスカなリールというかさ、ね、もう完全にガチガチに固定するわけではないけど、そんなペナンペナンなリールって考えられんもん。まあ扱うルアーの重さとか釣る魚の大きさが全然違うからね、もうその感覚がもう養われとるからさ、うん、それを元にあの俺の釣りのそのね基準みたいなのが決まっとるからさ、うん、軽いベイトリールっつっても十分重いんですけどねだってさ、バスマンってさね、軽さって言っときながらさ、その軽さを生かした釣りとかってあんまりするやついないんですよね特にシェイクするわけでもないのに軽さを求めね、このめっちゃ軽いリールで、なんかね、軽いリールが出た、感度がめっちゃいい、うわーいとか言っときながら、あの、ルアー巻いとるみたいな。シェイキングとかでなんか、あの、シンカーでちょこちょこやるんじゃないんけみたいな。そのための辛さじゃないんけみたいな。なんかそういうことやるよね、うん。めっちゃ軽いルアーを使ってみたっつって、なんか巻物使ったりとかさ。
あれなんか変だよね。ねえ。